はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、公正証書遺言、民法969条と969条の2の内容を解説していきます。で、まず、公正証書遺言っていうのは、どこで作るかっていうと、公証役場で作る場合が多いです。まあ、公証役場には、公証人っていう人がいるんですね。で、この公証人が、公正証書遺言を作成します。で、この公証人というのは、元検察官とか元裁判官とか、また司法書士だったりとか、弁護士さんの資格を持っている人、まあ、そういった人がなることができます。で、その人たちがいる場所が、公証役場というところで全国各地にあるんですね。なので、〇〇市公証役場とかで調べていただくと出てくると思いますんで、あ、こういうところが公証役場なんだっていうのをイメージしていただければと思います。で、公正証書遺言を作成する場合なんですけども、証人2人以上の立ち会いが必要になってくるんですね。なので、例えば友人だったりとか、会社の同僚の方とか、まあそういった人に頼んだり、また、弁護士さんとか、司法書士さん、行政書士さんとかに頼んだりして、この証人2人以上集めて立ち会ってもらうという感じです。で、ちなみに、推定相続人と呼ばれる、まあ、身内の方ですね。簡単に言ったら身内の方です。まあ、そういった人はなれませんので、証人にはなれませんので、まあ、その点注意しましょう。で、続いて、遺言者が遺言の趣旨を公証人に公受します。まあ、口で伝えるわけですね。で、これ口で伝えるって書いてあるんですけども、これ口が聞けない人もやっぱいるんですよね。まあ、そういった人については、公証人及びこの証人の前で遺言者が通訳人の通訳によって真述または辞書、まあ、書くってことですね。このようにします。まあ、通訳人がこの口が聞けない遺言者の代わりに公受する、伝える、また口が聞けない人が自分自身で書く。こうすることで公証人に公受したことになります。公証人に伝えた、口で伝えたことになりますよっていう話ですね。で、公証人はこう伝えてもらった内容を筆記します、書きます。で、遺言者、証人に読み聞かせをしたり、または見せたり閲覧させたりします。で、ここで耳が聞こえない人もやっぱいるんですね。これは遺言者自身が耳が聞こえない場合、また証人が耳が聞こえない、そういった場合あります。そういった場合は通訳人の通訳によって遺言者または証人に伝えます。つまり通訳人が伝えるってことですね。これによって読み聞かせしたことになりますよっていう話です。で、続いて、遺言者、証人が筆記の内容が正確であることを認めた後に各自署名、押印をする。つまり内容を見ますよね。まあ、読み聞かせてもらったっていうのであれば、聞いた内容 OK だ。また閲覧させてもらったというのであれば、あ、内容 OK だ。というのであれば、遺言者はその公正証書遺言に署名、押印をします。また証人も各自署名押印をしますといった内容ですね。で、例外があって遺言者が署名することができない場合もあります。例えば交通事故にあって大手術をして、で、病室で寝たまんま、まあ、喋れるけれども手は動かせない、まあ、こういった場合ですね。こういった場合っていうのは公証役場に行くんじゃなくて公証人が病室に伺うっていう場合もあるんですよ。で、その病室で作成をすると、まあ、いった感じなんですね。この場合、遺言者はもう手足動かせない状況なので、署名することができませんよね。なんで、公証人が代わりに署名をしてあげると。この人の名前を書いて署名をするっていった感じですね。で、この場合、その理由もちゃんと書いてくださいねっていう話です。まあ、今言ったように、大事故あって手術をして手足が動かないと。まあ、そういった状況であるっていうことを、書いてくださいね、付記してくださいねと、まあ、いうことです。で、最後に公証人が署名押印をすると、まあ、いった内容です。なので、公正証書遺言には遺言者、公証人、証人2人以上、なんで合計4人以上の署名押印がありますよっていう話です。で、さらにこの口が聞けない場合と耳が聞こえない場合、この2つの内容を行うわけですよね。通訳人が真実したり、また遺言者自身が辞書したり、こっちは通訳人が代わりに伝えたり、まあ、こういった場合は公証人はその旨を証書に付記しましょうっていう話です。
なんでこういうことやりましたよ、こういうことやりましたよっていうものを証書に記載するっていう話ですね。で、4名以上のものが署名押印をして、これで公正証書遺言は出来上がりと、まあいった内容です。これ一つ一つ全て重要な内容なんで、できれば全部ですね、頭に入れていただければと思います。一回だけ聞いただければこれ頭に入れないと思いますんで、何回か動画を見直していただいて頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。